This oral history interview is with Fumitake Shiraishi, who is credited with designing the Toshiba's successful lines of small form factor drives. In particular, he played a leading role in the development of the drives using glass media, first introduced in 1991, which propelled Toshiba to become the dominant player in the 2.5-inch drive market for a considerable amount of time. Mr. Shiraishi obtained a mechanical engineering degree from Kyoto University and entered Toshiba in 1966 in their electronic computer division. He initially worked on tape drive development, but quickly joined the HDD development group at Toshiba starting in 1967. And he worked continuously in the HDD development until his retirement from the company in 1996. He was involved in large 14-inch IBM compatible HDD development initially, and went on to be involved in all subsequent HDD development at Toshiba, which there were over 40 products during his illustrious career. In 1998, Mr. Shiraishi joined Hoya Corporation and served as the general manager of their glass media business until 2002. After that, he continued to work for Hoya Corporation as their staff senior technologist to support the glass media business until his retirement in 2007. This interview is under the auspices of the Computer History Museum in Mountain View, California. And the interview is being conducted at the Hoya Corporation MD Division office in Shinjuku, Japan. We'd like to thank Hoya Corporation for providing us the space to hold this interview. The interview will be conducted by myself, Tam Yamashita, and Isao Suzuki. Oral history interview では、モバイル市場で業界を先導していった東芝の小型 HDD シリーズの開発・製品化に貢献された白石さんにお話を伺います。特に白石さんは1991年に商品化され、初めてガラスメディアを採用した 2.5 インチ HDD の開発において指導的役割を果たされました。このドライブは 2.5 インチ HDD 市場において長い間東芝を指導的なプレイヤーに押し上げていったきっかけとなりました。白石さんは京都大学の機械工学科を卒業され、1966年に東芝に入社し、電子計算機事業部に所属されました。最初の仕事は磁気テープ装置の開発でしたが、1967年に HDD 開発グループに移動し、それ以降、1996年に退職するまで一貫して HDD の開発に携わってこられました。彼が最初に関わったのは14インチ IBM 2311型 HDD の互換機の開発でした。その後も次々と新型 HDD の開発を続けていき、退職するまでの間に40モデルを超える東芝の新製品を東芝 HDD の新製品を開発・製品化されました。1998年に白石さんはホーヤに入社され、2002年までジェネラルマネージャーとしてメディア事業を統括され、その後シニア技術スタッフとしてメディア事業をサポートし、2007年にリタイアされました。このインタビューはカリフォルニアのマウンテンビューにあるコンピューターヒストリーミュージアムのイベントの一つとして行います。インタビューの場所は新宿にあるホーヤの MD ディビジョンのオフィスをお借りしております。
このインタビューはトム・山下と伊佐尾鈴木がインタビューアーを務めます。まずですね、白石さん、このインタビューに応じていただいて、誠にありがとうございます。失礼しました。まず、お名前と出身地、そしてお育ちになったところを教えていただけますか。私は白石文武と申します。四国の愛媛県というところで生まれ育ちました。卒業された大学、専攻、関心のある分野を教えてください。はい、私は京都大学の機械工学科を卒業いたしました。卒業の時の卒論のテーマは、組成加工の粉末成形というものに関するものでした。当時、組成加工の新しい分野として、粉末成形というのが取り上げられてまして、それに私は興味を持って、基礎研究をいたしました。職歴について簡単に教えてくださいますか。はい、大学を卒業しまして、1966年に、東芝に入社して、電子計算機事業部に所属いたしました。最初の仕事はですね、MT マグネティックテープ装置の開発でしたけども、このプロジェクトが、中断されまして、1967年に HDD の開発プロジェクトの方に移りました。で、それがちょうど私が HDD と出会った、最初ですね。で、以降1996年に東芝を退職するまでずっと HDD の開発に関わっておりました。この間ですね、HDD、東芝が開発した HDD の全てに、関わりまして、40モデル以上になりますかね、の新しい製品を、その時その時の立場、主任だとか、課長だとか、主幹と、そういう立場で、関わってきました。その後、東芝を退職した後はですね、すぐ、TCOT という関連会社に、技術担当の役員として入りましたけども、9ヶ月ほどで辞めました。その後、1998年、ホヤに入社をいたしまして、ガラスメディア事業の事業を GM として統括をいたしました。その後2003年からはシニア技術スタッフとして、メディア事業のサポートをいたしておりました。で、2007年に、リタイアをいたしました。大学や職場で早期に影響を受けた人や、あるいはその出来事というのはございますでしょうか。そうですね、まず一人目は大学の時の大屋根教授です。この先生には新しい分野のことにチャレンジするときには、まず基本的なその実験データというのを積み上げることと、そしてそれを理論的に説明をするということの重要さを教えていただきました。それから2人目はですね、東芝に入ってIBM の2311タイプから3330のモデル11までの HDD の開発を指揮指導してくださった川内課長という方です。この方は非常に優れたメカニカルエンジニアでした。で、若い私にですね、機械設計の基本ですかね、設計図の書き方、読み方、チェックの仕方、あとですね、いわゆる実用的な機械設計を教えてくださいました。それとこの方は新しいものにチャレンジするというチャレンジ精神というんですかね、それも教わりました。その例の一つが、
ちょうど IBM2314 タイプの HDD を開発するときにアクチュエーターに、ボイスコイルモーターというのを採用いたしました。でこのアクチュエーターはですね、当時 IBM 等はその油圧アクチュエーターを使っておりましたので我々の方がアクセスタイムを早くすることができたと、非常に早いアクセスタイムを実現できたということですね。それとこのボイスコイルモーターというのは、まあ、多分 HDD では初めて使ったんだと思いますけども、アメリカ製でした。でアメリカのインフォマルという会社、ここのものを使いまして、そのために私はアメリカに出張を命じられまして、まあ、いわゆるスペックの打ち合わせをやりました。これが1970年だったと思いますけども、まあ、初めての海外出張となりました。それから3人目がですね、東芝の電子計算機事業部の技師長であった白井さんって方です。白井さんは東芝の HDD を海外に輸出するというそういう案件を決断して推進をしてくれた方です。1977年頃ですけど、アメリカのダイアブローという会社との技術提携の話が進んでおりました。これは破談になったんですけども、もうすぐ引き続いてアンペクスという会社と OEM ビジネスの話が進みました。でその話の間にですね、東芝の HDD をアメリカに持ち込んでデモをしたり、技術説明等を何とか行いました。でその時に白井さんからは、自分たちの作った HDD にとにかく自信を持って説明しなさいと強く言われました。まあ、このアンペクスとの話はまとまりまして、OEM のビジネスが始まったわけです。だから新しいものを開発するのにも自信を持つ、で開発した製品にも自信を持ちなさいと、この教えがですね非常に役に立ちました。このアンペクスでどういう部門で使われて、アンペクス社自身もですね HDD を作ってたんですね。で彼らが作ってない新しい HDD を開発してくださいという話が来たんです。で裏を言いますとですね、最初にそのダイアブロの話しましたけども、ダイアブロのメンバーが破談になった後アンペクス社に移ったんですね。そのためにアンペクス社から話が来たと。はい、東芝がいつから HG の事業を始めたか、その動機は何だったんでしょうか。初期の製品からその沿線について、またその間のトピックスについて教えていただけますか。まあ、例えば大きな成功とか失敗 の、事例があればお話ししてください。はい、じゃあ私が東芝に在籍しました1966年から1996年までの間の東芝の HDD についてお話をします。1966年にその自社製のコンピューターシステム、そのための外部記憶装置としてですね、その IBM の2311タイプの HDD、 これを開発したのが初めてです。でこの装置はディスクパックの互換性というのが必要であったために、その IBM 社から装置を購入しまして、そしてそれをお手本にして開発を進めてまいりました。開発はですね3年ほどかかりまして、最初に出荷したのは1969年ですから、随分時間がかかりました。でこの装置の開発で私自身はそのキャリッジを動かす油圧アクチュエーターの機構を担当いたしました。その後もですね、東芝社内製のコンピューターシステム向けに
IBM の2314333万のモデル1、モデル11という装置を、まあ、同じような方法で、開発を続けました。そして自社製のコンピューターシステムに、まあ供給いたしました。この頃から私が機構部関係の、まあ、開発設計の責任者になっていきました。それから1976年ですかね、ウィンチェスター技術を使って初めての固定モジュール型の HDD を開発いたしました。これは自社製のオフィスコンピューターとかのワードプロセッサーに搭載をされました。でこの装置の開発の頃から私が全体の装置のまとめをするという責任者になりました。その後大きな転換期になったのがですね、1979年から始まったアンペクス社への HDD の供給でした。そのアンペクス社のもともとの要求はですね、デュアルアクセス機能を持った HDD を開発してほしいということでした。まあ、そこで、私どもは、カートリッジ型の HDD と、固定モジュール型の HDD をちょうどコンバインしまして、まあ、独特のデュアルアクセス機能を持った装置を開発して、それをアンペクス社に提供いたしました。この装置はですね、まあ、独特の構造を持ってたんですけども、アメリカに出荷をしてから、まあ、いろいろトラブルが起こりまして、まあ、そのトラブルが起こるたびに私が呼びつけられまして、トラブルの解決に当たりました。まあ、1週間の予定で行ったんですけども、まあ、1ヶ月以上に伸びたというようなことも、まあ、何度かありました。まあ、この装置そのものは私にとっては、まあ、自慢の装置だったんですけども、まあ、逆に言えば苦しめられた装置ともなりました。それからはですね、東芝も HDD業界の その小型化の流れ、これに沿いまして、8インチ、5インチ、3.5 インチ等の HDD を開発し続けました。ただその規模が小さかったこともありまして、事業的にはかなり苦しい状況に陥ってしまいました。でその事業的に好転をしたのが1991年から量産を開始した 2.5 インチの HDD シリーズでした。でその中でですね、3番目に開発をしたモデルで、出した時には当時最大容量を持ってたその M130 という130メガバイトの容量を持ったドライブ、これがですねヒットいたしました。そして、事業部の損益が劇的に改善をいたしまして、でこれは東芝の中で HDD の成功例だというので、語り継がれることになりました。まあ、それをきっかけにして、2.5 インチの HDD の分野で、世界トップの容量を持ったモデルを、まあ、次々に開発していって、まあ、業界をリードする存在となっていったわけです。私が最初に開発したのは IBM 2.31 タイプ、これは 7.25 メガバイトでした。で最後に私が関与したのが M3000 という 2.5 インチで、この容量が 3.3 ギガバイトでした。ということはこの間に450倍の容量アップができたということになります。まあ、その後私が1996年に退職した後も、東芝は 2.5 インチ、1.8 インチ、それから 0.85 インチと小型化大容量化を引き続いて先導
業界を先導していくような存在になりました。白石さんご自身ではどうでしょう成功例失敗例についてお話しいただくことはありますでしょうか、また最も誇りに思われていることは何でしょうか。そうですね、私の成功事例といいますと、先ほど言いました 2.5 インチの HDD の開発で、うまくいった、成功したということによって東芝の HDD の事業が、いわゆる黒字化して、それに私が貢献できたということですね。で、開発する者にとっては一番大事なのは開発スケジュールを守るということなんですね。で、開発が遅れるということはそれは、ライバルに負けるということ、つまりは事業的に損失になるということですね。だから私が誇れるとしたら、それは新しいそのモデルをですね、いいメンバーにも恵まれたんですけども、次々にほぼ予定通りに継続できたということは誇れるかなと思います。それから開発をするときに、いろんな失敗は、これは最先端のものを開発するときにはつきものだと思うんですね。で、例えば一つの例で言いますと、私どもが最初にスイングアーム方式の固定モジュールを開発した時なんですけども、最初に実験機を使って動作試験というのをやります。そうすると動作試験を始めてですね、1週間も経たないうちに動作不良になってしまったんですね。で、原因はそのシャフトに使っているベアリング、これがうまく動かなくなったと。それでそのベアリングメーカーに行きまして、で、事情を説明したところですね、白石さん、このベアリングは回るものに使うんですよと。つまりそのある角度しか動かない、そういうものの使い方は想定してなかったんですね。ただ我々はそのスイングアームというのは数十度長期間動くわけですから、そういうスペックを丁寧に説明しまして、で、スイングアームに使えるベアリングを開発してもらいました。つまりその HD、そのベアリングに使うグリースだとか、グリースの種類ですね、だとか注入する量だとか、使う時の弱さだとか、そういうパラメーターを振って、我々の専用のベアリングを作ってもらいました。このことはその後の8インチ以下のドライブにも十分生かされました。その潤滑剤とかそういうのも自己で開発されたんですか、それはあくまでもベンダーさんとベアリングメーカーに行って一緒にやりました。で、その、テストとかそういうのは一緒、テストは私どもがやりました。そうですか、はい。で、東芝さんがその 2.5 インチ HDD を開発されたその動機は何だったんでしょうか。そのマーケットがどんなマーケットが対象だったのでしょうか。そして競争するドライブメーカーがありましたか。そして成功された原因は何だったのでしょうか。そうですね、 2.5 インチ HDD の開発についてその時のその背景とか、ちょっと経緯ですね、それをお話しします。これはですね、1989年の初めの頃だったんですけども、事業経営の本当のトップの方からですね、HDD の事業の損益改善をしないとダメだということで、損益改善命令が出ました。で、その事業計画を出しなさいということだったんです。で、その1989年っていうのはちょうど東芝のパソコンの舞台がですね、ノートブック PC、 これをダイナブックシリーズと呼んでましたけども、これで、世界デビューを果たした時だったんですね。ところがその装置に使ってたのはコナー社の 2.5 インチの HDD で20メガバイトでしたけども、だったんです。で、これをヒントにしまして、
そのパソコン部門と、いろんな情報交換をいたしました。そして、ノートブック PC に代表されるいわゆるモバイル市場っていうのは将来相当伸びるだろうと、そういう予測をいたしました。それでそのじゃあそれにも的を絞ってそれだけにかけようということで、それで 2.5 インチ HDD の事業計画を作ったわけです。だからその時にはもう 2.5 インチの先行メーカーとしてもうこの社がもうすでに市場に出て装置を出していました。だから我々は最大のお客さんは社内のパソコン部門だったですね。だからそれをターゲットにしたわけです。で当然我々その 2.5 インチは後発メーカーでしたから、相手が20メガだったらじゃあ倍にしようということで40メガバイト以上の容量を持った 2.5 インチの HDD をパソコン部門に提案しまして、それで開発をスタートしたわけです。でそこでその社内から私自身がもうピックアップしまして、エンジニアをピックアップしまして、でプロジェクトを組んで開発をスタートさせました。で問題はですね、その開発のスケジュールが非常にタイトだったということです。1989年の10月に開発をスタートして、で最初のサンプルの出荷を1990年の12月と、そして量産は1991年の4月からというふうにもう決められていました。それで開発をしたんですけども、なんとかうまくいって、1991年の4月から M40 というモデルで、量産出荷をすることに成功したわけです。その後新しいモデルを次々に開発をしていきましたけども、1992年の4月に他の会社、他社にライバル社に先行してですね、当時の業界トップ130メガバイトの容量を持った M130 という 2.5 インチ HDD を出しましたところ、これが大ヒットをしました。でその裏にはですね、相手の会社、実際にはこの社なんですけども、126メガバイトの装置を出すというのはもうアナウンスしてたんですね。ところがその量産に、多分何かで失敗したんでしょう、ものが出てこなかったんです。そのためにこの130メガバイトエリアの装置は東芝しかなかったですね。そのために、作れば全部売れるということで非常に儲かったといいますか、事業的には損益改善に大きくつながったわけです。それをきっかけにして毎年2から4モデルぐらいのペースですね、新しいモデルを次々に発表していって、少なくとも 2.5 インチ HDD の世界では大容量を東芝は先導していくという存在になっていきました。例えば具体的に言いますとね、92年の4月に、ちょっとごめんなさい、我々が先行したその業界トップのモデルを具体的に言いますとね、1994年の4月に130メガバイト、92年の10月にはですね213メガバイト、93年の5月には340メガバイト、同12月には520メガバイト、それから94年の11月には720メガバイト、95年の5月には1200メガバイト、そして96年の12月には3300メガバイトと、といったようなペースで出していきました。それは全部スケジュールをキープできたわけですか？全部ほぼほぼ予定通り出しました。そうですか。だからこれが私にとっては誇れるといえば誇れることですね。でこうしたその継続して量産できたというのはですね、1992年以降他のサイズの装置の開発全部やめまして、
2.5 インチ HD で一本に絞ったんですね。これがこの戦略が功を奏したんだと思っております。まあ、それ以降もHDD の小型化戦略というのは継続されました。それをじゃあ達成するためのチャレンジといいますか課題は何だったんでしょうか。はいはい、ですね、東芝はキー部品を一切作っていませんでした。ところがその最先端のモデルを開発するときにはだからどこのキー部品ベンダーと一緒にやるかというのが大きな課題でした。でそのベンダーの選定する、まあ、基準っていうんですかね、これはその部品の性能だとか品質はもちろんですけども問題が起こった時の解決する技術力ですねと、あとそれを担当してくれてるエンジニアの情熱、それとその会社の本気度、あとはそのお金持ってるかどうか、まあそういうような感じで選定をいたしました。で例えば大容量化するのに、まあ、一番キーになる部品というのは、まあ、ヘッドとメディアなわけですね。で我々は 2.5 インチの HDD で、開発するときにですね、ヘッドはヤマハさん、メディアはホヤさんを選定いたしました。ところがその最大のリスク要因になったのはですね、この両社ともその部品の量産経験というのが全くなかったわけですね。それでその我々は開発の詳細な計画だとか事業計画を全てこうオープンにしまして、そして両社に理解してもらってその賛同を得て量産体制というのを構築してもらいました。まあ、こういったそのベンダーさんとの関係が非常にうまくいったというのが成功の要因になったと思っています。それも結構大きな賭けみたいな感じがしますけど大きな賭けです、はい、やっぱりそう感じておられます。感じてます。それは我々も大量生産という経験もなかったんですね。実際は HDD ので、部品メーカーとしてのヤマハさんホヤさんは実績が何にもなかったんですね。だからまあ死なばもろと思ってるんですが、ね、うん、それぐらいの覚悟でやりました。そのガラスをベースにした 最初 の、 その 2.5 インチドライブの開発についてお話してくださいますか。はいはい、でそ の、 ガラスメディアを使用するその課題は何だったんでしょうか。そしてまあどのように解決されましたか。はい、まあ 2.5 インチの開発は先ほど言いましたように89年の10月からスタートいたしました。そしてその時もすでにコナー社がですね、アルミメディアを使った1枚で 20MB というモデルをもうすでに出しておりました。そこで我々は、まあ、単純にじゃあメディア1枚で40メガにしようという開発目標を設定したわけです。まあ、設定したはいいんですけども、これを実現するためには記録密度をですね 100Mbps 以上にしないとダメだったんですね。それはすでに分かっておりました。そこでヘッドをですね、その時50ターンヘッドの薄膜ヘッドというのは業界で一番こういう単数が多かったんですね。だから50ターンヘッドを持っているヘッドとの最先端の薄膜ヘッドと、まあ表面厚さが非常に小さい平滑性が優れたガラスのメディアを両方と組み合わせてヘッドの不条理を下げればいいじゃないかと、それで 0.1 ミクロン以下にすればそういう高密度ができるということが検討で分かりました。そこで、まあ、ヘッドはヤマハの50ターンヘッド、そしてメディアはホヤさんのガラスメディアというふうに決めまして、そしてじゃあ3社で、開発の連合チームを作りまして、スタートをしたわけです。ところがそのガラスメディアというのはやっぱり、まあ、周りからも言われたんですけども、割れるんじゃないか欠けるんじゃないかというふうに非常に心配をいたしました。そのために
まあ、とりあえずとにかく実験機を作って、いろんな試験をしようということで、ガラスメディアを組み込んだ装置で、振動試験だとか衝撃試験だとか落下試験ですね、まあ、こういうかなり過酷な試験を繰り返しました。で当然同じようにメディアアルミのメディアの装置も一緒に実験しましたんで、そのデータを比較するとですね、ガラスメディアを使った方が耐衝撃性がはるかに強いということが分かりました。で耐衝撃性のスペックというのはですね、当時 100G というのがありまして、でこれをはるかにそのクリア、簡単にクリアすることができたんですね。でそれは後々我々の装置の大きなセールスポイントになりました。ただそのもう一つはですね、堀谷さんのガラスメディアには SiO2 オーバーコートを使っているという特徴がありました。でこれはですね、装置の開発者にとって装置の信頼性で、大きくですね4つの特性を重視していました。一つは対 HDI 特性、これはヘッドディスクインターフィアランスですね、ヘッドクラッシュのことですけども、その耐性、それから、対 CSS、 これはコンタクトスタートストップの耐久性ですね、それから対吸着性、これはアンティスティクション特性ですね、それとコロージョン特性、対コロージョン特性、アンティコロージョンですね、この4つの特性を重視しておりました。でこの特性すべてをこの SiO2 のオーバーコートを持ったその小屋さんのガラスがクリアしたんですね。装置スペックすべてクリアいたしました。ただそのガラスメディアに2つの大きな問題がありました。一つはですね、ガラスメディアっていうのはアルミメディアに比べて膨張係数、熱膨張係数が小さいんですね。そうするとそれまで使っていたアルミハブを使ったスピンドルモーターというのは使えないと。なぜかというと、アルミとガラスのその膨張差でガラスメディアに歪みが起こっちゃいます。そのために使えないと。そこでですね、金属でガラスメディアに熱膨張係数がなるべく近いものというのでステンレスを選びました。でそのステンレスハブを使ってスピンドルモーターっていうのを作ってくれないかと相談したのがニデックなんですね。でニデックさんにお願いしてそれを開発してもらいました。まあそれでメディアのガラスメディアの歪みを、まあ、最小に抑えることができたんですね。ただそのそれをはい、ステインレススティールのハブ使われて、はい、重くなるとか、それはあります。コストが上がるとか、うん、そういう問題はあるんですけどね。実を言いますと、ステンレスのハブを使った方がですね、モーターの中の磁気回路のね、磁気回路が得になるんですよ。アルミハブだと中に鉄を入れなきゃダメなんですよ。これはその磁気特性を持ってるステンレスがあるんです。でそれを使ったためにですね、むしろそのシンプルになって、そのニデックの方にもメリットになった。ただその後は各社それを使うようになりましたけどね。はい、それからもう一つのガラスメディア の問題点というのは、これはガラス固有の問題だったんですけども、円盤 その外周端がスキージャンプの形状になると、まあ、いうことが起こりまして、それがありまして、とにかくそれスキージャンプの形状になるとヘッドの浮上特性が悪くなるんですね、外周 でそこでその保屋さんにその改善をお願いしました。で、ホヤさんの中では、サブストレートの加工の時の研磨パッドの材質だとか加工の軸線だとかいろんな特性の改善等を図ってもらいまして、まあ、なんとか、まあ、なんとかと言ったらおかしいんですけど、スペック内の形状に抑えることができました。まあ、こういうようなその改良をしながらガラスメディアを HDD に搭載することができるようになったわけです。でこの装置にガラスメディア以外にもその当時の最先端の技術だとか部品を使いました。例えば、まあ、先ほど言ったグジッターの薄膜ヘッド、
それからステンレスハブを使った、なおかつセンサーレスにしたんですね。センサーレスのスピンドルモーター、それとネオジウムを使ったネオジの VCM で、回路的には 17RL コードの記録方式、そしてデジタルサーボ方式といった、その時の最先端の技術を取り入れました。いろんなタイプの HDD を開発設計してこられましたが、そのメカニカルエンジニアとしての視点からですね、HDD の機構設計で何を一番重要視されてきましたか？それはですね、ベースプレートなんですね。HDD というのは典型的な精密機械なわけですね。で、精密な部品、精密な機構をマウントするベースプレートというのは、もう一度その装置の要になるわけです。すべてのその部品を支えるその強さ、堅牢さと、特にその温度変化を受けた時に生ずる歪みをですね、最小にするような、そういうベースプレートの設計が大事なんですね。で、それの最も成功した例の一つが、2.5 インチの HDD で採用した、我々ベント箱タイプと呼んだんですけども、ベント箱タイプの構造を持ったベースプレートだったんですね。ただそのベント箱タイプの構造を使うとですね、装置を組み立てるときに非常にやりにくいんですね。だから製造性が悪いと製造部から反対されました。だけども設計の方からすれば、これの方が性能が安定するし、いい性能が出せるということで、この構造を採用いたしました。で、この構造はその後もずっと継続して使われるようになっています。多分その装置を小型化していって、うまくいった、その成功した陰にこれがあったんじゃないかなと私は思っています。ちょっと話が変わりますけど、はい、5.25 インチと 3.5 インチの HD の開発の時、何か課題についてお話しすることありますか？うん、そしてこの製品は主に社内用だったのか、外部カスタマー用だったのか、どっちだったんでしょうか？ですね、私どもは5インチの前の8インチから8インチ、5インチ、3.5 インチといった装置はですね、全てその後発メーカーだったんですね。先行のしているメーカーのとにかく後追いの開発という、そういう状況はずっと続いてたわけです。それでもなんとか開発を続けて量産をしておりましたけども、基本的にはその社内用が主ではなくて、外売りが主だったんですね。で、社内用で使ったのは 25% 程度でした。東芝さんはポータブル PC やノートブック PC メーカーとして、日本市場や世界市場で NEC とともに大きな成功を収めていたと思いますが、東芝の PC 製品は社内 HDD を使用していたのでしょうか、それとも他社製品を使っていたのですか？また HDD 事業の成功は東芝 PC、 ノートブック PC の成功とどのようなつながりがあったのですか？東芝の PC 部門というのはですね、1986年にラップトップ PC というのは、これを世界で初めて出したんですね。そしてそれに引き続いてノートブック PC、 これもですね、ダイナブックシリーズとして、これは89年に世界デビューをしたんですね。で、かなり大きな成長をですね、成長して事業的に成功してたんですね。ところがこのラップトップノート PC ともですね、外部 のメーカー、これアメリカのメーカーだったんですけども、そこの 3.5 インチの HDD だとか 2.5 インチの HDD を使っておりました。というのは、私どもはそういうモバイル用の HDD は作ってなかったんですね。で、
東芝社製の一例でを使い始めたのは1991年の 2.5 インチの40メガ M40 のモデルが最初です。で、先ほど言いました92年からその東芝のパソコン部門にとってはですね、社内の HDD っていうのがファーストベンダーになったんですね。これは先ほど言った130メガで私が出てこなかった東芝のものが全部使われたと、まあ、そういう背景があったわけです。これは同じ東芝だったとしてもその特別な、はい、あれ内性能の使おうとか、それは全然なかったわけですか。です、東芝の中でももう部門の競争だから、社内も社外も同じように厳しいですはい、それでは HDD ビジネスで東芝社内向け販売は例えば 2.5 インチ HDD の例だと何パーセントぐらい占めておりましたか。はい、社内と社外カスタマー向けの販売活動はどのようにやっておられたんでしょうか。ですね、2.5 インチの、社内向けの販売というのは1991年から始まりましてね、91年92年の頃は作ったものの、まあ、約 70% ぐらいを社内向けの PC で、93年からは45% ぐらいですかね。その後も 40%、35%、30% だんだん下がっていきました。で、これは1992年までは社内向けのお客様、PC 部門と社外は日本の国内のパソコンメーカーだけに売ってました。93年からですね、アメリカ市場と台湾市場を、まあ、追加していって、で94年からは全世界に販路を広げていったと、まあ、そういう経緯がありまして、まあ、それにつれて、まあ、社内用の比率が、まあ、減っていったわけですね。そして、HDD というのはメーカーの HDD の販売というのは提案型なんですね。だからそのいろんなカスタマーからいろんな情報を集めて、 HDD メーカー自身がその先を読んで新製品を開発して、それをパソコンメーカーに売り込むと、そのいかに早く売り込んでいかに早く市場を取るかという、そういう競争だったんですね。というのはその HDD のインターフェースは共通ですから、その開発競争というのは HDD の容量が大きいか、まあ、性能がいいか、あとは装置の厚みが薄いか厚いかと、まあ、そういう競争だったわけです。だからいかに早く新製品をお客さんに持って行って使ってもらうかということでは、社内のパソコン部門も他のお客さんも全く同じように扱っていました。というのは情報もいろんなところから集めましたんで、そのいろんなお客さんに合わせてドライブ自体変えておられたんですか。それともそんなねカスタマイズあんまりしてないんですね。なかったんですか。はい、というのはやっぱり HDD も量産しないとダメですからね。だから HDD がだから先に提案して、それを使うように相手がやってくれると、合わせてくれると。そうですか。はい、で東芝さんはいつからフェライトやミッグヘッドをミッグヘッドから薄膜ヘッドに切り替えられたんですか。で薄膜ヘッドに切り替えて何か課題ありましたか。そして薄膜ヘッドはどこから購入されていましたか。はい、最初の薄膜ヘッドは1991年のその 2.5 インチの M40 という装置から使い始めました。でヘッドについてはですね、ミグヘッドは当時 TDK と吸収窓下 KME ですね、と薄膜ヘッドについてはダステック、AMC、TDK、ヤマハと、まあ、そういったメーカーからサンプルを取り寄せて常に特性の評価をしておりました。
そして、まあ、最終的に白幕で選んだのは山田さんのその50単のヘッド、これを最初に使い始めたわけです。なぜかというと、まあ、特性がまあ良かったかということです。それではMR ヘッドを採用したときに直面した課題はありましたでしょうか。最初にですね、MR ヘッドはいつどこから購入されましたか。MR ヘッドを使って開発したドライブで、最初に直面したのは TA 対策でしたね。 TA というのはサーマルアスペリティですね。でこれをその減らすために、まあ、まずメディアの方の微小コンタミの対策検査強化等をホヤさんにやってもらいましたし、それ以外の部品についてもとにかくコンタミ対策というのを強化いたしました。そしてその TA の発生する確率、これをとにかく減らすという対策をしました。と同時にその回路的にもその TA の補正回路というのも使いました。で最初に MR ヘッドを搭載したドライブは1995年の MV1200 というドライブで、これは TDK から購入しました。その後1996年の MV2000 というモデルからはデュアルストライプ MR ですね、 DSMR を使いまして、これはヘッドウェイから購入していました。またちょっと話が変わりますけど、はい、東芝さんはどのようにして PRML を装置に入れられたんですか。そして開発は事故でされましたか、それか何か課題がありますでしたか。ですね、1994年の MV340 というそのモデルから PRML の採用しております。でこの PRM についてはアメリカのデータパス社というところと、まあ、一応形は共同開発ということで開発しましてだからこのチップは皆データパス社から購入いたしました。特に大きな問題があったというのは聞いてません。東芝は平滑なガラスメディアを採用した件ですけども、違法性アルミメディアに比べて磁気特性的には不利になる、不利になりますけども、その後それが開発において問題になりましたでしょうか。私どもは1992年頃には違法性アルミメディアの評価はしておりました。だけども我々としてはモバイル用の HDD っていうのは耐衝撃性っていうのは非常に重要なファクターでしたので、それで、まあ、ガラスの方が圧倒的に強いということでガラスにこだわり続けていました。まあ、でそのためにその記録密度を向上させるためにはですね、そのガラスの平滑性を生かしてヘッドの不条理を下げていって、要するにスペーシングロスを減らそうということで、対応しまして、それで記録密度の向上を図っていった。だから不条理をだんだん下げていったわけですね。でそのためにはその当然ヘッドが関係しますので、ヘッドも TPC タイプヘッド、これはトランスバースプレッシャライズドコンタワーといって、ドクターホワイトが提案したヘッドですね。このヘッドだとか不圧タイプのヘッド、こういうのを積極的に採用しまして、そして低不条理化を図っていきました。で低不条理化だけじゃなくて低不条理のコンスタントとかですね、こういうことも図っていきました。でヘッドそのものもですね、スライダーの小型化で 50% スライダーだとか 30% スライダーというような、そういうヘッドも積極的に取り入れましたし、メディアの方もですね、薄型メディア 25mm の薄型ガラスメディアも他社よりも先に、採用しました。ガラスメディアを使われていることで他の他
他社の会社と比べたらより低く飛んで、はい、飛ばしておられたわけですよね、はいはい、それに対して何か問題点とかあったのでしょうか。やはりその先ほど言ったヘッドとの関係なんですよね。ヘッドが安定すればメディアの表面粗さを低くすれば低くするほど不条理を下げられるわけです。だから TPC ヘッドは TPC タイプのヘッドっていうのはあれはアジマスによる不条理の変化を抑えるんですけども、不発ヘッドなんかやるとほぼコンスタントな不条理低不条理を実現することができたんですね。だからそれとメディアの表面粗さを下げていくと両方とでその低不条理化というのは多分他のメーカーに比べてですね、我々は多分 0.1 から 0.15 ミクロンぐらいは低く飛んでたんですよ、はい。まあ、それで競争そうです、記録見と構成とかそういうのがなくても、はい、大丈夫だった、競争できたっていうことですか、はい、うん。で東芝さんを退職されてホーヤの方に移られたわけですけど、ホーヤに滞在された時のお仕事と役職についてお話ししてください。ホーヤには1998年にホーヤさんに入社をしました。で、2002年までガラスメディア事業を、まあ、GM として統括をしておりました。でその間で事業的に非常に小さかったんですけども、IBM の1インチ HDD というのがありまして、それにメディアを供給しておりました。でこの事業はですね非常に印象に残っております。なぜかというとですね、かなりその煽られてですねメディアの供給が追いつかなかったというようなんで、かなり強力にせつかれたことを覚えてますので。それから2003年からは、まあ、シニア技術スタッフとして、まあ、メディア事業全体をサポートし続けましたね。で2007年にリタイアしました。ちょっと質問の方向が変わりますけども、はい、ご自身平井さんご自身でですね、はい、気に入ったパテントとか、何か受賞された業績っていうのは終わりでしょうか。パテントいわゆる特許と、まあ、実用シーン、合わせますと、まあ、かなりの数出してますけども、多分5、60件以上持っておりますけども、一番印象に残っているのは CM でカートリッジモジュールドライブというものの特許です。これは1983年に USB にも登録はされています。でこの CMD っていうのはその交換可能なカートリッジと密閉モジュール、これを組み合わせた、まあ、非常にユニークなドライブでした。でその剛性を持ったベースプレートの上の方にですねカートリッジのにアクセスするアクセス機構と、で下の方にはウィンチェスター型のヘッドだメディアだアクチュエーター等を内蔵した密閉モジュール、これを下の方につけてもらう、非常に特徴的なドライブ、複雑なドライブでした。でこのドライブの特徴はですね、そのウィンチェスター型のヘッドのアクセスとカートリッジ型のアクチュエーターが両方とデュアルでアクセスができるというのが特徴でした。これは先ほど言いましたアペックス社からのもともとは要求だったんですね。でこんなもんできないんじゃないかと思ったけども、まあこういう装置を考案したわけです。それはメカニカルエンジニアとして、ね、誇りになるという意味 で、 そ、 で、ね、それとも、まあ、そう多分こういう装置は世の中になかったんですね。で多分その後も多分ないと思います。そしてまあ受賞した賞というのはですね、1994年に340メガバイトを持った M300 という 2.5 インチの HDD の開発で、日本機械学会賞というのを受賞しました。日本人のメカニカルエンジニアにしては
この賞というのは嬉しい賞でした。日本の大学やあの SRC あのストレッジリサーチコンソーシアムですね、はいはい、など あの連携に関わっていらっしゃいましたでしょうか。はい、あの私はその SRC の設立のメンバーでした。まあ、担当してたのはあのメカニカル部分でした。またあの JEDA といいまして日本電子工業振興協会というそういう組織がありまして、そこの標準化委員会のメンバーになっておりました。でここではですね、あの IBM の2311タイプ2314タイプのいわゆるディスクパックの標準化、これを日本の標準化をするということで、その企画の作成に携わっておりました。あのストレージの業界はですね大変あの浮き沈みの大きな業界ですけども、はい、今や日本では東芝さん一社になってしまったんですが、はい、東芝さんはどのようにして生き残ってきたのでしょうか。そうですね、あの東芝にはですね、その選択と集中というそういう経営方針というのがありました。で HDD の事業もそのモバイル市場を選択して、その小型化に集中したと、つまり選択と集中ですね、これをやったのが、まあ、生き残れた大きな要因だったと思います。またその HDD の事業部にはですね製版機一体というモットー、製版機というのは製造販売技術、これが一体であるというそういうモットーがありまして、非常にその強固な連帯感というのを生んでました。まあそういうのも困難を乗り越えられた背景にあったと思います。ただあの別の見方するとやっぱり東芝の社内にパソコン部隊というまあHDD にとっては最大のお客さん、これがあったわけですね。これもやっぱり大きなあの成功の要因だったと思います。ただ私の個人的にはやっぱり HDD の事業がですね、事業部がキー部品を作ってなかったと、そして装置をまとめるというのに特化したというのはあの隠れた要因だと僕は思っています。ストレージ業界の将来をどのようにお考えですか。あのディスクストレージは重要であり続けるでしょうか。あの新技術はどう思っておられますか。はい、あのいわゆるビッグデータ用 そのストレージというのは今後もますます増え続けていくだろうと思います。でその中で昔から言われてますけども、半導体メモリーというのはHDD に取って代わるんだと言われてますけども、まだまだ HDD 頑張ってますから当分時間がかかるんじゃないかと思います。ということは、まあ、HDD は、まあ、ストレージの重要な装置だということに変わりはないというふうに思ってます。で HDD の新しい技術でそのハマー等がありますけども、これはもう少し時間がかかるんじゃないかなと個人的には思ってます。あのコンピューターにとって、まあ、将来何が重要になっていくでしょうか。またストレージにとってはどうですか。そうですね、あの技術的にはあのコンピューターの処理速度というのの高速化というのが一番重要だと思います。あのまあ、量子コンピューターというのはまあ有力な候補になると思なっていると思います。まあ、一方でその IoT だとかその AI というのはますますこう進んでいきます。だからその情報量というのは減ることは絶対ないですね。ますますだんだん増え続けていくと、それも我々の予想以上に増え続けていくんだろうと思います。まあ、したがってそのコンピューターの処理速度の高速化と、ストレッジの大容量化というのは、まあ、車の両輪みたいに、まあ、重要度はずっと続くと思います。
今まで HD に関係した仕事をしておられた中で一番印象に残ったり影響を受けたりした人はおられますか？一人いますね。それは日本電産ニデックの会長でやられる永森会長です。ニデックさんとはですね、スピンドルモーターのベンダーとして、8インチの HDD の頃から付き合っておりました。そして、永森会長はですね、回るものを作るんだということで、ニデックを創業したというふうに聞いてます。そしてその回るものだったら何でも作るんだというふうにも言ってました。そして彼のモットーはですね、非常に単純ですけども、すぐやる、必ずやる、できるまでやるというそういうモットーを掲げて、これをニデックの社員に徹底しておりました。でその、成果というか、その後 HDD のスピンドルモーターのメーカーとして、トップになったわけですけども、それだけでなくて今度は車用だとか家電用、そういう分野にも進出をして、今はですね、世界一のモーターメーカーになりましたね、ニデックは。彼のその回るものへのこだわりというんですかね、その強さと実行力というのが実を結んだんだと感服しております。で彼のその、こだわりの強さの、別の例ですけども、彼は京都に家を作ったんですけども、その家を建てた時に釘を一本も使わなかったという話も聞いてます。で彼と話をして、非常に印象に残っているのは話し方もそうなんですけども、仕事に対するその情熱の強さでしたね。ではどんな仕事もその情熱を持って、やるんだという、それには大いに共感をいたしました。ちょっとニデックさんと付き合いを始められた頃は、競争の会社もベンダーさんいくつもあったわけですか？ですね、当時はですね、ちょっと遅れてですかね、ミネベアもそうだったと思いますし、他にはあんまりモーターメーカーさんというのはあったんですけどね、スピンドルメーカーとしてはあんまりはなかったと思う。アメリカにあったかもしれませんけど、日本ではもう大体ニデックさんというふうな感じでしたね。多分アメリカのメーカー自分でも作ってたんですよね。シーゲートさんが自分で作ってましたからね。シーのモーターがありましたね、やっぱり、から、ニデックさんを使われたことでお互いにものすごく成功されたわけですね。そうですね、ニデックさんはですね、非常に客の使い方がうまいというんですかね。例えばモーターで何か問題が起こりますね。そうするとその問題が起こったそのお客さんと一緒に解決するんですよね。だから例えば東芝で何か起こると、東芝のエンジニアがニデックに行って、で一緒に解決するんですね。そういうふうに仕向けられてるんですかね、うまく使われると。だから非常に関係を大事にしてましたね。それでは白石さんが仕事をしていた時に経験したその何か面白い出来事ございますでしょうか？ありますね、一つ。アリさんの話ですね。1995年の夏だったと思いますけども、2.5 インチで不具合があるというのでお客さんから帰ってきたドライブがありました。でそれを調べた担当からですね、モジュールの中にアリの死骸が見つかったという報告がありました。でアリの死骸なんていうのは前代未聞でですね、聞いたことがなかったですね。それでアリがどこから入ってきたのかなと調べると、トップカバーにある小さな呼吸口のフィルターを破って中に入ってたんですね。それでその担当の者と
アリを研究している先生というのがいるって言うんで、それを探し出しまして、で先生のところに訪ねていきました。そして事情を話して、先生にですね、私はまず先生どうしてこのアリは餌も匂いも何もないモジュールの中に入ったんですかねって聞いたんです。そしたら即座に先生は、君アリは暇なんだよと、だからうろうろあちこち歩き回ってるんだよと。そしてね、その平らなところにあるちょっとしたくぼみが大好きなんだよと、というふうに言われたんですね。で私はアリが暇だというようなそういう発想は持ったこともなかったので、まあ、びっくりいたしました。まあ、それ以来私は家に帰って庭先でアリがうろうろしてるのを見るたびに、ああこいつら今暇なんだというふうに言うようになりました。ただその本当にアリが暇かどうかっていうのはですね、まあ、アリも一生懸命あれ働いてるんじゃないかと思うんですけども、これはアリに聞いてみないと分かんないなと内心では思ってるんですけどね。そういうことをめったにもちろん聞いたこともないですけど、そのくぼみとかそういうのを変えられたんですか、はい、その後。ね、正直言うとフィルターを上側にしたんです。トップから上にフィルターを貼ったんです。そうすると出っ張るからあれやこれ、まあ、ただしその以降もアリが入ったという話聞いたことないです。まあインタビューのちょっと終わりの方に行きましたけど、はい、これから若いエンジニアの人たちに何かアドバイスされるとしたら何かありますでしょうか。はい、そうですね、若いそのエンジニア技術者にとって一番大事なのはやっぱり自分のコアの技術を持つということだと思うんですね。そしてそれを磨いて少なくともその分野その業界でトップになるんだというふうに努力することですね。それとまたその何でもいいから新しいことにチャレンジをすることだと思います。それとまあ先ほどニデクの話もしましたけども、やっぱり大事なのは仕事に対して情熱を持ってやるということだと思います。でプロフェッショナルというのは私が思うのは自分の専門分野のでですね、自分でその目標を立てて、そしてそれを努力して乗り越えていくと、それができる人だと私は思ってます。はい、それでは本日のインタビューはこれで終了にしたいと思いますけども、最後に平井さんから付け加えたいことがおありでしょうか。私はずっと一定点に携わってきたんですけども、一定点の発展にですね、まあ、少しでも貢献ができたというとすればですね、それは、東芝の同僚だとか部品メーカーさんの大きな協力があったからだと思います。皆さんに感謝を申し上げたいと思います。と同時に、まあ、HDD がですねまだまだこれから発展し続けることを期待しております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。